さんこんばんは、元男の子の青木かのんです。本日はタイトルにもあります通り、私の先生が来てくださってます。先生です。です、よろしくお願いします。はい、実はですね、何の先生かというと、私の歌の先生なんですね。で、ただの歌の先生ではなくて、男の声から女の声に変えて歌を歌えるようにしてくださって、今もちゃんと歌えてるかちょっとわかんないけども、 ある程度男から女に声の移行ができるようになったんじゃないのかなっていうところまで持ってきてくださった先生なんですよ。頑張った言えた言えた。今日会ったのがもう 4年ぶり、4年ぶりぐらいね。ですよね。すごい。まあね、 SNS ではね、いつも見てましたよ、動画とか。いや、もう Twitter でちょっとまだつながっていただけてたんですけども、実はちょっと先生に謝らなくてはいけないことがありまして、ほうほう。その、私22歳ぐらいの頃ですよね、通ってたの。お金がなさすぎて、そこの教室を私は中途半端な形で突然辞めてしまって、微妙な感じで終わってたんですよ。で、今日それで再開していきなり初っ端な動画撮ってるって感じなんで、私も緊張してるんですけども、その説は先生申し訳ございませんでした。いや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 、忙しくなってきてね、いろんなことが大変なんだなと思ってたけどね、ちょっとね、中途半端な形で終わっちゃったけど、はい、その後の活躍をすごく見てたので、いやもう本当に今日こういう形で会えて、いや嬉しいですよ。正直あの当時どう思ってました、先生、私が辞めた時。いや、辞めた時はね、結構ね、おこでした。いや、まあ、怒っていうか、仕方ないけど、けじめはしっかりした方がいいんじゃないのかなっていう気持ちはあったけど、はい、でもね、できないもんはしょうがないよねっていう気持ちもあったので、こういう形でいつか会えるんじゃないかなって思いながら、陰ながら応援してました。いや、もう実は先生からも何回も電話あったんですけど、私ちょっともう買えなさすぎて、しかも教室も通えなくなっちゃったし、やばいって言って、私電話出なかったんですよ。そうそう、いやね、はい、しなきゃいけなかったからね。はい、そうなんですよ。そのね、形にね、で、先生から最後来たそのメールの文章が、あと、なんか、あと、立つ鳥跡を濁さず、それだ。そうそうそう、それだ、もうそれがすごい覚えてて、またこうやって話せて本当よかったです。すごいね、立派になってプラレールとかこうやってもね、やってましたね。初期の視聴者さんだったら分かる通り、私プラレールお姉さんだったんですよ、もともと。全然今違うこと。いやいや、こうなってよかったと思う。いろいろ作戦とか立てた思い出とかもあったもんな。やばい。で、今回ですね、先生に来ていただいたんで、ちょっと何個か質問をしたいんですけども、当時初めて私が先生の目の前で歌った時と朝ぶたの私をこう聞き比べて、何が成長したかとか、まだここは足りないよと何か言っていただけますか。当時出会った時はね、はい、なんか色白の大きい美人な女の子がいるなと思ったら、実は男の子だったんですっていうところから始まって。え、男に見えなかったんですか。いや、見えなかったよ。もう全然女の子に。それで、まあ、声に関してはボイス、まあ、男性ホルモンがなくなって、はい、女性ホルモンが足されたっていう時期にちょうどお会いして、手術も多分したてなのか、いつもなんかちょっと股とかが痛いなみたいなことなんか言ってたよね。あ、言ってました。傷がまだ痛いみたいなことを言ってて、それでお腹とかしっかり使うことから始めてみようかっていう、はい、とこからスタートしたの覚えてますね。やっぱりまあね、元野球部とかね、筋力があるし、あとすごく努力家だったので、悩みながらもたくさん声出して練習してきてくれたんで、だんだん女の子の声が出るようになってきましたね。で、最初はやっぱり男の子のその声帯の低い声のところからかすれたような感じになって、でちょっと裏声が出るようになって、あー、なんかめっちゃ専門的で、それで、まあ、ちょっと通えなくなっちゃうからみたいな時期の頃には、明菜ちゃんとかね、いろいろね、はい、女の子の、あと、聖子ちゃんもちょっと歌ってたね。赤いスイートを そう歌ってたね、はい、そう歌って、はい、あ、なんか女の子らしい、そういうきちんと歌えるようになってきたね、よかったじゃんって言って、かさぶたの私って、かさぶたの、はい、そう、あれはね、やっぱどうですか、先生から聞いて、ちゃんとできてます。ずーっとーって頑張ったなって感じね。いや、ありがとうございます。いやいや、もっともっと良くなるよねっていうところはすごく感じるし、はい、でもあれだけ自分の喋り声じゃね、ないところで歌い切るのはすごく大変だと思うので。あ、そうですか。うん、なんか私、自分のそのかさぶた話をカラオケで友達と会った時歌ったりするんですよ。なんか全然うまく歌えなくて
なんか難しくないこの歌と思って。結構ね難易度高いと思うね。難易度高いんですか。そうだ、うん、ちなみにそのずっとってあれはあの私ちょっとまだなんか薄っぺらく感じちゃってて、もっと太くしたいんですけども、あれはもっと太くなるもんなんですか。なりますね。太くなるのもいくらでも。まだちょっと教えてもらいたいかも。そしたら2つ目の質問。5年前私その時も YouTube やったじゃないですか。もうやりたての時、先生はその当時の私を見て YouTuber として食べていくようになるっていうのは当時思ってましたか。いや、あのすごく花とタレント性が当時からあったし、そうですか。これですよ、もう一回出しますけど、なんかヘルメットみたいな髪型してます。いや、やっぱりでもね、それでも日常で通っている男女から見たらすごく花がある人だったと思うのし、あとやっぱりね、どんな人に対しても何事に対してもとにかく前向きで素直だから。本当ですか、マジですか、ね、めっちゃありがたいです。いつもだってこんなね動画で開け広げるわけだしね。でもやっぱそこが刺さるポイントなんじゃないかなと思ってたから、はい、周りがちゃんと助けてくれればきちんと YouTuber になるんじゃないかなとはね思っていたね。ああ、もうなんか本当ありがとうございます。いや、もう本当私あのマジで今日会うそのさっきの待ち合わせ場所行くまで緊張したんですよ。もう言ってみれば私も本当にもう無断でいきなり学校辞めちゃって、でいきなり会って撮影するわけなんで、まさかこんな風に撮れると思ってなかったから、うん、それも縁ですね。ああもうまさかの飛ぶ鳥なんちゃら飛ぶ鳥え、何でしたっけ、あの飛ぶ鳥あとを立たず、違う、立つ鳥だよ。立つ鳥あとを濁さず。飛ぶ鳥を落とす勢いはまた違う意味かな。 あれ送った時ってもう結構おこな状態だったんですよ。あの立つ鳥跡も、はい、あの時はそうだね、ちょっと怒らざるを得なかったね。あのもうね、月末っていう、ね、月の終わりでね、これから在籍がどうなるかっていうことをなんか先生たちも気にする時だったので、まあ、全部もう連絡ももうバックれて、バックれてっていうか、もう本当いやクズ人間ですからね皆さん、こんな風にならないでください。はい、改心すればこうまた会える。そんなことない。でもね、大変な状況だったんだなっていうのはね、いやみんな本当に、あ、次のステップに進む時っていうのは結構ね大変な状況に何らかの形でなることが多いから、まあね、社会的にはねちょっとね、ちょっとやばい、ここにはなるかもしれない時はあるけど、でもまあそれもそれで別の形で償っていただければっていうところでも十分じゃないですかっていうところですね。はい、これから、私もあの、まあ、バンドとしても活動していくんですけども、もっと私自身は歌が上手になりたいなって思ってるんで、なんかどこかのタイミングでいつか先生になんかまたこうやって教えていただけることがあるのであればお願いしたいなって思います。ちょっと素敵になってるかな、それはどうかなと。いや、きっと大丈夫ですよ。はい、教室の人、教室の人たちは私も何と思ってますか、ちなみに。いやー、あ、でも、まあ、今はもう知ってる人がね、先生たちもいないけど、でも、すごく人気があったよ。本当ですか、うん、辞めてた時、クソ野郎って思われた。辞めてた時は、でもね、まあ、いい形でもあったからね、事務所に決まったよっていう形で、あ、拾われたタイミングだったんですよね。拾われたタイミングだったから、まあ、お金なかったけど。そう、そう。すごい悪い印象ではないと思うね。そうですか、うん、まあやむを得ないねっていうところだったんで、もうめちゃめちゃ物とか身の回りのもの売りまくったんですよ、あの時。で、やった1万6000円になったって言って、半月暮らせるかなみたいな、なんかもうそういう、まあね、いろんな人に支えられて、もうその時も家賃とかも滞納してたし、なんかそうやってなんか周りの人たちが突き放すっていうか、なんかそういうことし、ね、親身にこうやって包み込んでくれた人がいっぱいいたんで、今こうやって生きて いけてんだなって本当感謝してます。本当今日なんか遅い時間にこう来てくださってありがとうございます。こちらこそ。もしこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。あと私の Twitter、Instagram、そして TikTok の画面の下にありますので、そちらもフォローお願いします。また次の動画でお会いしましょう。